かし落ちました。リバウンドは宇都宮。中で待ってたフィラー、いいブロックですね。ホーキンソンのブロック、しかし決めました。信州のタイムアウトです。渡辺、再びフォトゥ、そしてフィラー、これは決めた。ここが少し止めれてないですね、フィラー選手のところが、止めれてないので、宇都宮、前田です。信州切り込んでいきます。手を伸ばしたフィーラー、いいブロック、奪った宇都宮。フィーラーに対してマケンリー、スコット、フィーラーのスリー決めました。チェイス・フィーラーです。アメリカ出身、ヨーロッパでのプレー経験が長く、スペイン、オランダ、ベルギーなどでプレーしています。昨シーズンはドイツリーグでプレーしていました。スリーポイント2本目ですね、連続です。田臥が準備してます。連続で入れられたりですとか、逆にオフェンスリバウンド取られたりですとか、まだ修正する余地はあるかなというふうに思いますね。昨日のゲーム1前の解説見立てでもです。スコット対秋野の厳しい攻防がありましたが、そこは決めていきました。北側の前に岡田ですね。ここファイトしてますね。そしてフィーラー飛ばして決めた。フィーラーがフィニッシュでした。これで32対32。突き放されないっていう、そういうプレーを誰が選択するか。ただ単に外から打っていくだけではうまくいかないので、その選択を長い時間をかけて築き上げてきたチーム、それが宇都宮だというふうに話していました。今日当たってフィーラー、素晴らしいですね。中も外もいいですね。いいですね。これでもう20点つきましたからね。熊谷のシュート以来ということになりますので、そうですね。本当に久しぶりの得点でした。止まらないですね。止まらないですね。岡田から熊谷のパスというのを止めて宇都宮です。スコット左手でいいですね。熊谷が追いかけます。そしてフィラースリーです。決めました。今日5分の5ですか。決めました。今日スリーポイント5本目じゃないですかね。25.5 本目です。素晴らしいですね。5分の5ですからね。いいですね。5分の5ですね。今日打ったら入るっていうような感覚なんじゃないですかね、本人としては。20点差です。ホーキンソン15得点今日です。来た、ダンク、ワンハンドダンク、フィーラーです。素晴らしいですね。前田選手もよく頑張りましたけどね、なかなか最後取れなかったですね。フィーラー選手、勝利おめでとうございます。今日は本当に素晴らしいシュート力をいかなく発揮してくれたゲームだったと思います。ありがとうございます。Something during the break, I wanted to get my rhythm back shooting. Haven't felt like I've had it all season. So I was able to get a lot of shots during the national team break. I think it helped me find the rhythm that I've been missing, and I'm just glad to be able to help the team. シーズン始まってから少しちょっと自分のシュートのリズムっていうのがなかなかつかめない試合が続いていたので、ちょっとこう代表のブレイク中になんとかこうそのリズムを取り戻せるように。ちょっと練習も積んできたので、その成果が出てきたんじゃないかなと思います。それで今日はもう27ポイント、スリーポイント5分の5ですからね、素晴らしい活躍でした。Thank you. Yes. It feels good when it's feeling that way, and every time I let go of it, I felt like it was in, so that's a good feeling to have.そうですね、今日は本当にもう打てば入るというような、イメージで打てていたので、そういった、形で、打ててる時、そしてプレーできている時は、すごく気持ちがいいです。ありがとうございました。来週も頑張ってください。ありがとうございます。